みんなこんにちは、山田小太郎です。いやー、最近暑いね。みんな夏バテしてない？大丈夫？僕はね、今日も長袖で頑張ります。それじゃあ今日も僕からみんなに挑戦状を持ってきたよ。みんな、この謎が解けるかな？それじゃあ行ってみよう。今回の謎はこれだ。あるなしクイズです。愛にはあって恋にはない、ビー玉にはあっておはじきにはない、カエルにはあってウサギにはない、ワインにはあってお酒にはない、シーチキンにはあってツナにはない。どう？みんなわかるかな？小太郎のヒント、その1。あるの言葉をカタカナで書いてみよう。小太郎のヒント、その2。これにはあるね。それじゃあ正解を発表するよ。あるの中にはアルファベットが隠れていたんだ。 I B L Y C。 どう？みんなわかったかな？みんな、山田小太郎からの挑戦状はどうだったかな？謎は解けたかい？それじゃあまた次の謎でお会いしましょう。さようなら。